こんなに自由でいいんだって思ったんですよ、つってピカソの絵を見て。あいつさ、ほんとよくいじれるなと思って俺さ、そこはいじっちゃいけないところなんじゃないの。ピカソってお前、そんなお前言うにこと書いてピカソはねえだろっていうところ。あいつほんと嫌なやつだろ。何あいつさ。前大谷は二刀流って言うけど、あのチンポコも入れると三刀流って言ってたのよ。自由だな表現と思って。全然面白くねえけど。火曜じゃん、爆笑問題カーボーイ。ひどいジングルだお前。改めてひどいジングル、ちょっと紹介してください。はい、ということで改めてご紹介しましょう。本日のゲスト、先日真打ちに昇進いたしました、今最もチケットが取れない講談師、6代目神田伯山先生でございます。どうもありがとうございます。忙しいところどうも。いや本当に先生、でも今の聞いたけど俺のラジオ面白いですね。レベルが違うんだよな。お前ら本当周知になってそういうことやってた、本気で嫌なやつになるから。もう下から言ってるっちゃいいけど、上になっちゃったからもう。いや俺でも本当に2人があの本番前の2分前とか3、2、1とかってこうあるじゃないですか、その時の太田さんの目、何絶対見てない、かっこよかった。見てないよ、見てねえじゃん。いや本当に俺情熱大陸見たかんな。あ、見ました。それまだ見てないよ。いや俺誰ですか今ミスしたの。ああいう、あの目、あの目かっこいいな。かっこいい、それは認めちゃうんだ。視聴率こそ低いけどあれはかっこよかったな。視聴率悪かった。いや視聴率悪かった。結局僕思ったのは、情熱大陸とかって本当に情熱あるやつ数字取れないんですよ。どういう言い訳。やっぱだから太田さんと田中さん、無名なパン屋のが取るっつってね。そうなんです。だからどうでもいい素人のが取るんですよ。いやー何にもやっぱ響かないんだ。いやいや、ファミリー層に俺には。俺ら、はい、あの日のゴールデンで、はい、お前にコンマに負けてるから。なんだ。あ、町中華です。町中華言うなよ。じゃあお前はあえて伏せて言ってんだ。ゴールデンって言ってんだから。でここダメし。だから今回もね、裏の伊集院さんに勝たないといけないっていう話ですよね。どういうこと。いやだからもう星野源さんよりも伊集院さんに俺たちは勝っていかなきゃいけないんだっていう。いやいや、なんだ。いいんだよ。敵は月曜日にありだっていう。いやいや、月曜日にありじゃないよ別に。あれね、本当ですか、伊集院のこといじるのやめたほうがいい。いや僕は伊集院さん大好きなんですよ本当に。分かってるけど。分かってますよね。でも向こうはそう思わないよ、あの。いやそんなことない。時々廊下で遠くでこう目が合う時あるんですよ。スッと横に行くんですよね。ほら、これだから避けてんじゃん。多分あれが答えだと思う。答え。だからお前さ、本当損するよそういうことしてた。いやでもいつか、いつか、あの、多分許してくれる日が来ると思う。ない、ちょっとだっていつかも何も、どんどん更新してってんだからお前。いや、太田さんもう本当に、もうちょっと一緒に、してって一緒に謝りに行ってくれますか。なんでな。手繋いで。なんでお願い。余計俺を話してるみたいだ。いやいや、でも本当にだって伊集院さんのファンですから。ファンっていうのはやっぱりあれぐらいのやっぱこう熱量を持ってちゃんと言わないといけないなっていう。なんか間違ってんだよなこいつな。そうですか。そうですか。そんなことない僕でも。でもどうやら末広はもう連日もういいですよ。もう本当に、ね、まあ僕もやっぱり、いやもう僕も名演続きですね本当に。いやでもね、これはね悔しいから言えないのよ。それ言い返せないことで。あ、いやそんな、いやそんなことないですけどね。いや でもそれがなきゃ言えないのも分かってるじゃん。でも本人もそれも分かってやってるんだけど。高田先生ビバリキーさんも怪物が現れたっすから、嬉しい。すごい。高田先生も17日出ていただいて。いやいや、俺見たよ。高田先生と松村さんの漫才なんですよ。あれ、だから僕のね、YouTube の白山 TV では、あの、受けてるとこだけをこう、バッと撮ってた。言うなよ、お前。どういう意味、それ。いや、それはもちろん、その、なんか、もうあだで返しちゃダメなんだよ。みんな来てくれてんの。わかる？え、何ですか？みんなお前のために来てくれてる。いやいや、もちろんそうですよ。いやいや、この話は最後まで聞かないと、太田さん。いや、で、その、まあ、なんか漫才みたいなんで、ちゃんと僕用のネタを作ってくれたんですけど、そうそう、ああ、まあ、松村さんがなんかこう段取り忘れちゃって、ああ最後こう、オチに使うのを先に持ってきちゃったんですよ。ああだからすごいもうなんか。それは、高田先生がちゃんと言うから金曜日に。でも、お前が言っちゃダメだ。でも、すっごい面白い。お前だけは言っちゃダメなこと。でも、すっごい面白い。でも、いやいや、違うんですよ。でも、
でもそれもすごく良かったんです。で、高田先生が結局全部それもフォローして、うん、爆笑で仕上げて面白かったんですよ。いや、だからかっこいいっすね。俺、だから俺、爆笑さんも、高田先生もそうだけど、出ていただいて、あんなにかっこいい工場なかったですよ。いや、俺、びっくりした。嘘くさい。漫才も、漫才も死ぬほど受けてたんですよ。全部嘘くさい。俺、だからね、その、白山 TV のコメント見ても、ちょっと笑っちゃったのが、素人の人がコメントしてたのが、太田光は27時間テレビでは全部間違ってたけど、白山 TV のあの、末広の講師は全部合ってた。全部合ってた。よかった。関根さんに見てほしかったな。あんなちっちゃいところで全部合ってた。俺もう衝撃で。いやかったな、でも楽しかったね。楽しかった。すっげえ楽しかったよ。いや、めちゃめちゃ、あったかいしね。あそこも、打ち上げも含めて、超楽しかった。いや、僕は打ち上げお二人出ていただいちゃうじゃないですか。でも本当はね、多分嫌だったろうなと思ってて。いや、全然嫌じゃないけど。そうですか。次の日、サンジャポだったから、あ、そうですよね。ちょっと早めに帰らせてもらおうかなと思ってたけど、行ったら行ったで楽しくて。ああ、そうですか。で、何せよ、勝利先生と俺ずっと。あ、うちの師匠と。お、初めてだったから、ずっと話を してくれてさ、大した話もしてなかった。いやいや、それがさ、結構面白くて、なんか、今ほら、不倫がどうのこうの話になってさ、先生もやったんでしょ、結構、つって。そりゃ若い頃はね、人間国宝だから。うちの師匠は、台湾でチンチンが立ちすぎてフェニックスって言われてた。そう、なんかね、若い頃でもすごかったっていう。そう、自分言ってたんですか、そんな話。言ってた。だけどもう今ダメですよ。朝立ちもしなくなっちゃった。ちょっと待ってください。うちの勝利を怪我すんだけやめてください。これもう編集できないから。人間国宝が朝立ちできないって、宝の持ち腐れですね、前もそんな話をすんじゃないよ。くだらねえ話してたんですね。いや、俺にはずっと勝利先生はもう芸協に入らないから。そうなんですよ。もう笑っちゃって。いや、誘われたらしいね。したら、田中さんの顔の曇り方、尋常じゃないですよ。ナイツのいる漫才協会ですよ、入んないのに、芸協なんか入るわけねえだろっていう顔が。芸協っていうのは、また違うんですね。落語協会とかいろいろ、僕もよくそういうの分からないですけどって俺はずっと言って。いや、もうでも、いや、だから僕がそうちゃんと言ったじゃないですか。いや、こんな二人がね、いちいちそんな入るわけないんですよって言ったら、普通、いやいやって言うじゃないですか。うん、そうですね、みたいな感じの認め方してた。名誉会員だから、そうです。名誉会員。いや、でもそれぐらいに、だからもう、あんだけでも、本当に来ていただいてよかったっての久しぶりですよ。高田先生と松村さんも。いや、俺結局ね、うん、いや、これちょっと真面目な話になっちゃうんですけど、やっぱ男子師匠に会えなかったんで、ね、結局その男子師匠のその残りがというか、うん、その関係性のある人たちに、こうやってなんかこういう。マムシさんだったしね。マムシさんもそうだし、もう、うん、いや、俺ほんと幸せもんだなと思って。そうだよ、お前。ほんと思いましたよ。今更気づいたの？ただ松村さんやっぱ滑ってたんですよ。いやいやいや、17日、ほんとに。ダメなんだよ。傷つきやすいんだから。パーティーと2回連続気づくんですよ。打ち上げの時に高田先生と松村さん、口聞かないんだよ。そんなガチの漫才やられても困っちゃったなと思って。反省してんの、反省してた。でもな、俺だってあれさ、はい、あの昼間あったじゃん。はい。台東区。台東ね、うん、芸学祭。あれさ、うん、俺ネットニュースで知ったんだけど、うん、あれ本当は竹支配の優勝者が出るはずだったんですよ。竹支配の優勝者がほら、いなかったでしょ、該当者なしってなって。それで俺らになった。それで俺らになった。俺それネットニュースで見て、びっくりして。いや、僕もだからなんでこのお二人出るんだろうと思って、そんな流れなのに。そういうことだったの、全然俺知らなかった。お前知ってた？俺もだから誰かから聞いた。誰かがそれを俺教えてくれた。あ、そうなの、うん、あ、だからあの日かもしれない。あの日だよ。あの日だよ。そうそう、あの日知ったんだ。だから、その、前もっては知らないよ。うん、うん。うん。そうそうそう。で、あの前にタイタンライブがあって。はい。で、こいつの組み立てがもう今回最悪でさ。ああ、そうですか。要するにネタをね、いつあるから、何日前から作り始めるっていうのを全部一応こいつに任してるわけ。うん、うん。ところがこいつが全部読み違えてて、そのネタ。わかるだろ。いや、わかります。いや、ちょっと待って。はぁーって何が分かってんだろう。いやなんか。その、なんか、すべてが分かってんだけど。やっぱ同じ漫才師として、やっぱ、ダメな相方もっと辛いなと。これがさ、もう、
TBS で1本ネタ番組があったの、はいはい、ああそうですか。でそれが最初だったんだよな。そう、はい、俺は全部こいつに任せてるから、それは1個縛りがあるネタを作んなきゃいけない、はい、でタイタンライブはもう自由じゃね、はい、でずっとタイタンライブ用のネタを俺はとにかく先に作ってたら、うん、その前日になって明日その収録だって話になって1個もできてないんだよ。えどうしたんですか。どこ作ったしょうがないから作ったけど、これも無理だっつって、あれね、うん、言い出したよね。言い出した、言い出したも何もそれ練習できないし、これ面白くしや、俺明日だって知らなかったから、そうだよ。俺はなんでお前その前に知ってたなら、俺はいやこれ先こっち作った方がいいよみたいなこと言えよ。いや違う違う、タイタンライブがまずでき月曜日やったんですよ。うん、ね、うん、で大体もうこれはほぼもう出来上がって、まあね、タイタンライブ用だよ、まず TBS 用だよ、ね、うん、じゃあそれはもう。ま、近いんだから、近いとこから作ってかなきゃダメだろ。そ, その日のネタ作りに臨んだ時に、当たり前のようにそっちのネタを、当たり前のように、そこは俺は別にこっち作れとも言ってないのよ。いやいや、だけど、そこはちょっと待って、ちょっと待って、お兄さんじゃない、いや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 、そこは絶対に。いやいや、そんなの、TBS の方が先ですよ、みたいなことじゃない。白山先生、何も入ってないから。いやいやいや、でもそれ、いや、本当に揉め出したから。でも、ラジオリスナー分かってないんですけど、おぼんこぼんさんとは違って、目はね、ちゃんとね、合ってます。目そらしながらラジオやってるわけじゃないから。ガン飛ばしながらやってる。偉いもんですよ、ね、本当にね。だからそれが5分だったんだ。そっちのネタ。で、それをちょっと急遽また変えたりなんかして。うん、そしたら、タイタンライブはまあ11分ぐらい、12分。11、2分からやるんだけど、うん、今度さ、台東区のやつがさ、20分だったんだよ、ネタが。ああ、ちょっときついですよね、20分、ね。そう、それも全然内緒だもんね。内緒じゃん。内緒なんだ。俺は知ってたし、それをちゃんと考え。お前が知ってても、俺が知らなきゃ。だそれは、でも俺はもうちゃんと、あとこれとこれあたりをつなげれば20分になるって、ぴったり。じゃ全然ダメ。19分48秒。ダメです、全然ダメ。すごくない？でもあんな台東区の仕事なんで、俺だって正直やっつけてやってましたから、あんなの別に20分やる必要ないじゃないですか。いや、それはね。それがね。やるの、この下ちゃんと、ね。いや、それがやるのじゃないんだよ。あ、それがでも逆に素人臭いですよ、なんか。いやいや、そうじゃない。20分を20分やるのは。松村さんのパーティーで15分持ち時間与えたんですけど、もう開始1分で滑ってたから、これ7分で降りてきてくれと思ったんですよ。本当にオン、オンなんだからね、言っとくけど。いや、わかってますよ。え？いや、でも本当にわかって、いや、本当に僕幸せ者なんで。いや、それを言えばいいと。でも、ね、別にね、そんなに。じゃあ、俺らは。さっき漫才ばっかやってますよ、ね。俺らは、太田プロの時に。あ、それ聞きました、聞きました、そのエピソードですよね。20分の20分でって言うんですよ。いや、ないやつ。もう一回話したっていいじゃないか。いや、もうそれ俺はもう、ね、初めてのリアクション取りたくないんですよ。そんなお前、重藤に何回初めてのリアクション取らせてんの。情熱大陸見てんだからな、お前。しかもお前、情熱大陸、なんで俺のことバカにしてる部分使ってんだよ、お前。あれ、情熱大陸びっくりしたのは見てない人もいると思うんですけど、太田さんバカにしたの何のフォローもなく使ってましたね。そうだよ。お前らが撮った作品だろうみたいなさ。確かにね。それを驚いたことに、これをもう一回やるのだみたいなのさ。こいつが、俺がさ、天才、大手光は天才であるって、はいはい。あれをバカにしたのを、ね、ちょうど情熱スタイルが追っかけてるのを使ってんだよ。ああ。いや、でも ね、僕ね、今日も、なんとなく太田さんがこう、ぼーっとしながらいるところを、あの時の感じも忘れてないんだなって思って。雨が雨みたいな、こう、ぼーっと指加えて、今日なんかこう、遠くの方見て。指加えてないわ。指加えてないよ。いや、かっこよかった。俺、だから、重藤が言ってたんですよ。うちの笑い屋の重藤が、どうせ爆笑さんってのはテレビが本業だから、ラジオはね、遊びみたいにやってんですよ。なんでそういうこと言うの、重藤は。いや、重藤は爆笑さんのファンなんですけど。ファンだったらそんなこと言わないよ。いや、でも、遊びどころか、こんな本気で50代が、パーパー喋ってんだっていうのは。どういう意味なんだ。やるわ、そりゃ。伊集院さんに教えてくださいそれを。いやいや、お前伊集院だってもっと真剣にやってる。しきれないわ。ちょっと待ってくださいよ。これ生放送で。俺だから本当にね、だからラジオエクスポとかでちょっと本当に取り持ってください、伊集院さんの中を。いや、俺だから、松之丞とはもう二度とないっていうふうに言われたんですけど。うん、だお前が悪口言わなきゃいいじゃん。いや、でもそれも止まらないじゃないですか。ダメだよ。止めろよ。じゃダメだよ。俺と太田さん、やっぱ病気みたいなとこある。仲良くさせるわ。大丈夫じゃん。一旦 CM、 CM 嘘でしょ。フォローないじゃん、俺、伊集院さん。火曜じゃん。爆笑問題カーボーイ。
さあ、ということで、今日は、お前の社会、真打ちに昇進いたしました、6代目神田伯山先生をお迎えして生放送で、ね、お届けしておりますけども、はい、そもそも今日なんでこの番組にさ、はい、出ることになったの？いや、僕はだから松本城から伯山になるにあたって、うん、いろんな番組に実はこの番組だけじゃなくてオファーしたんですけど、誰も引き取ってくれなかったんですよ。マジか、この番組と越野純子さんの番組だけなんですよ。まさか、まさか。マジで。すごいじゃない、越野純子さん。出る予定なんですよ、だから。そうなの？越野純子さんが僕のこと好きなんですよ。あ、なんか、講座聞いていただいて、うん、で、だから、でも、本当だから、なんか、こんなにカウボーイがこの二人が、マジな感じでやってんだったら、だから、マジってなんだよ、日曜サンデーの方が良かったの、俺。いや、違う違う、マジってマジな。日曜サンデーの流れで、越野純子出られるし。それで、じゃあ収録だから。そうだよ。あ、そうですか。いや、本当に俺、本当にもう TBS ラジオで誰も味方いないですよ。いや、本当そうだ。本当そうなってきた。いや、だから、いや、逆に言うと。しか聞かないから。本当、俺、藤田ニコルにすら嫌われてるんですよ。らしいね。らしいね。そうそう、なんかいじったの？いやね、ちょっとまあだからなんか、ニコルンがその、オープニングトークが1分半ぐらいで収録なのに終わっちゃったんですよ。いや、だからそれがちょっと、芸人じゃないんだしさ。いや、その、お月についてるタイムマシーン3号が不憫でしょうがないんですよ。いいじゃん、それ。で、その、越崎さんが、この番組もやってるディレクターの越崎さんが、その、藤田ニコルさんの番組やってんですよ。で、絶対いいディレクションしてくれると思って俺が、いや、ちょっとダメだよ、みたいなこと冗談でね。行ったら、越崎さんがディレクションしてんのになんか変な返し返ってきたんですよ。どういうふうに？どういうふうに言われたの？いや、なんか、まあ、僕のこと強がってるみたいなこと言われちゃって。いいじゃん、いいじゃん。なんか、傷ついちゃった。お前、普段、お前がやってることだからね。だから僕は、守り弱いんですよね。伊集院さんと同じかもしれないけど。徹底的にそうだね。そうですね。徹底的にそうだね。弱いというか、嫌なんだよ。何がですか？お前が言うことが。どういうことですか？で、俺、ちょっとはっきりさせてください。俺、前も、その、末広の打ち上げでも言ったと思うんですけど、誰が俺を言ってんですか？嫌ってんの。全員です。いや、それ、大田さん、そんな逃げ方ダメだ。誰が嫌ってんの？もう一人でいいですよ。いやいや、もう、会う人会う人に言われる。本当なんですか？芸人なんですか？いや、もう芸人。からタレントから。タレントから。なんで、太田さんは、あいつをかばうんですかみたいな言われ方をしてます。これ、その芸能村側の、その、悪しき風習ですよね。お互いで、こんな顔して。なんかわかりません、それは。だって、それはもう。で、太田さん、なんて言うんですか、そういうふうに言われたら。いや、俺はお前のフォローしてるよ。なんて。なんてお前フォローしてる人に向かって言って取る態度じゃないだろ。どこまでフォローできてんのかなと思ってその微細に聞きたいなと思ってんですよ僕も。いや待ってくれと、あいつは若いからまだね。まあ36ですけど、36だけどまだね、芸能界こういうメディアの世界はまだ知らないし、約束事も知らないから、あいつ芸はあるから、ええ、ちょっと、これはね、もうちょっと待ってくれと。でしたら、そいつは何て言ってんですか？そいつじゃないですか。そいつだじゃん。その、間抜け面で聞いてきた、そいつ。でも、そんなの、で、田中さんもそんなこと言われることあるんですか？俺言ったじゃん、だから。具体的に一人教えてやって。お前ダメなんだよ、名前出して。そう。でも、本当にでも。あんまりにももういいから、一人だけ名前は。俺はでもそれ聞いたときに。でもそれは言わないで。言わないですよ、言わないですよ。生放送だから言うなって目がすごいですけど。当たり前だろ。言わないですけど。うん、いや、言わないですけど。いや、でも俺ちっちゃい男だなと思った。だからやめなさいよ。田中かな。いやいや、もうね、僕はね、そうだから、太田さんは優しいから言わないだろうって。いや、俺は一人だけ教えてやる。いや、俺は、もう、俺だから、そうなんですよ、お前。だから、俺、本当にそいつのこと嫌いになっちゃって。ほら、そうなるだろ。だから、本当に、すげえすがってくんだよ、ずっと。すがってないだろ。どうなんですか、本当にって。いや、でも、それはでも、本当は、俺、田中さんからその口聞きたくなかったですよ。名前聞きたくなかったですよ。だろ？おめえが。なんで言うか、俺はずっと言わなかったけど、何度も何度もいいから、じゃあ、例えばこういうことがあったら。俺はそう聞いても言わないっていうのは大人じゃないですか。そうなんだ。言われちゃったら俺もショックなんで俺が責められてんの？どんだけ俺嫌われてんだと思ったんですよ。いや、しょうがないですよ。本当そうですね。いつまで続くの、末広は。末広はだから、もう2月の20日までです。だからもうあと、明日志らく師匠なんですよ、いよいよ。あ、そうか、ゲストは。楽しみだね、そりゃ。そうなんですね。あさっては文枝師匠で。
ああ、もう嬉しい。すごい。でも、文枝師匠って、はい、今までどういう設定なの？文枝師匠はね、僕のことをね、ずっと可愛がってくれてて。そうなの？結構じゃあ、設定あったの？そうなんです。いや、だから、上方落語家の、あの、文枝師匠と文珍師匠と鶴瓶師匠に比較的よくしてくれてるんですよ。鶴瓶師匠はね。で、結局、人間と思ったんですけど、下の世代をちょっと、ある程度の年齢いくと可愛がりたいんだなって思ったんですよ。だからそうだよ。高田先生。高田先生も。いや、太田さんもそうだし、でも、その同業者とかだと、まあ、これライバルだから、ちょっと斜め上の講談ぐらいが多分ちょうどいいんですよ。上方落語家にとっても。だから俺結構いいポジションにいるんですよ、今。いや、分子鶴瓶文珍に可愛がられてるってのありがたいですね。すごいよ。本当です。いや、だからありがたい。でもあの芸を見たら確かに、みんなね。まあ、俺らの時のあの、俺、白山 TV で見たけど、YouTube の。裏側でさ、あの、アコーギ詩伝を、あの、ね、姉さんが、そうそうそう。なんか、ね、アビリさん、あれ、なんか、やっちゃいけないんだよね、あ、そうです、そうですね。そういうの俺、あの現場では全然知らない。要するに寄せっていうのは、その、アドリブでやるっていうか、ネタ決めてないので、もう、前の演者が何出すか分かんないんですよ。だから、同じようなジャンルのネタやっちゃいけないって中で、自分の中で持ち時間と、お客さんの空気とかでネタをその日にバンって決めるわけだよね。でも、それで受けるんだよな、俺。それは目つぶってんの今ラジオだけど目つぶってるおかしいよこいつよいや寄せ芸人とは一括りに言うけどやっぱ相当すごいなって思ってねそれで、はいはい、あのお前の姉さんが、はいはい、ね先にやっちゃってそうでしたねこう、いいんですよ別に自由なんですやっていいんですよ、まあ、やっちゃってやろうと、お前がやろうと思ってた、そしたらそれが、あのだったらその勝利先生にもう、ね、もう合わせてもらって、うん、あこう義士伝義士伝縛り、ね、縛りみたいにしようっていう、しようっていう風になって、お前があれをやったっつうのは、そうなんですよ。俺全然だからそれ知らなかったから。だからちょっと僕で、ね、自分の YouTube のこの白山 TV の宣伝をするわけじゃないんですけど、あれもう革命ですねあの YouTube。いや確かにあ面白いな。要するに結局他のクソみたいな YouTuber と違ってて、志が高いんですよ。徳のある。全員を敵にしたいんだよこの人は。とにかく病気だよ。いや本当に嫌われたい料理やってるやつとか。じゃないその志が高い料理をやっている人だってそれはいいのもいっぱいあるのだ。いや俺でも本当にだからその日に、撮ったやつを翌日にあげちゃうんですよ12時頃に、でその即なんかこう早い感じとあとこう寄せ芸人のやっぱ楽屋が面白いんですよ。いやだからあれは貴重な裏側がね、アーカイブとしてもいい。本当に、あのでなんか寄せ芸人のなんかこう火鉢囲んでふらふらふざけてる小遊三師匠がなんか骨折しちゃったみたいな話とかあったなしてる、その感じが面白い。でカメラ回ってる感じじゃないんですよ。あれ要するに普通のディレクターとかだとみんな構えちゃうんです、芸人も。でもあれ番頭つって普通の芸人が持ってるんですよ。でその普通のなんかこうカメラ回ってない感じ、俺が褒めてんのに割って入って自分で動き出すってさ、どういうことなの。で結局やっぱり俺はだから本当に YouTube でも大きな一歩踏み出したなと思って本当に誰もが、多分太田さんも俺が YouTube 始めるって言った時に。俺にとっては小さい一歩だから人類にとっては大きな。いや、本当に、いや、だからあのね、なんかそのタレントがなんかこう、いろいろダメになっちゃって YouTube やったりとかするじゃないですか。もう本当もう見ててもうこんな、まあ再生回数多いけど。絶対ダメになる。本当に。絶対ダメになる。本当に。あと、ちょっと。全員にそっぽ向かれるからね。もう俺でも YouTuber 的に言いましてもいいです、別に。え？いや、いいです。YouTuber じゃない。テレビも芸能界だよ。え？だって料理のやつ芸人でダメになって YouTube のやつとかもう全員的だから、ちょっとあの本当にもうあのなんか全部を丸め込めるフォローください。何やそんな自分のことすらフォローできない。結局だから本当に誰かが言ってたんですけど、ライターの生島純さんっていうね TBS ラジオの同じ人言ってたのは、広瀬さんの弟さん、やっぱりその例えばアメトークも、なんか楽屋でやってることをテレビでやってるみたいな。ああ、そんな感じじゃないですか。で、お笑い向上委員会もちょっとそういうような空気があると。芸人同士のね。でも本当のあの楽屋の空気って多分今まで世の中に映像として出てないんですよ。情熱大陸とかも、半年の30分にすると、あれ切っちゃうんですよ。で、何がやっぱり僕の YouTube でいいかっていうと、あの、もう興味ないわ、お前。それ以上。いやいや、ちょっと、何ですか？俺がさ、はいはい、すげえ真剣な眼差しで見てたシーンあるの知ってる？いや、全然知らないです。何ですか？この後もそのせいで。知らないです。あなたがやってるところをさ、みんなが真剣にこう、ああ
ああ、なんか僕の楽屋からさ、講座を袖で聞いてるシーンですよね。そうそう、袖で聞いてるシーンが、いろいろ映ったでしょ、映ってました。俺も結構映ってんだけど。映ってましたね。超意識したからね、その。何を意識したの？だってカメラでさ、要は見てるところを撮ってるわけだよ。ああ、そうですね。だから、そのカメラを意識した。だってここにすっげえ近くでじーっとこうやってやられてるから、俺はもう頭全然入ってこない。俺頭入ってない。今撮られてるから、もうそれはもうね、講談なんてわかんねえけど。なんかすげえいい舞台を見てる風の感じを見せなきゃって。俺の YouTube に悪影響する。やってたからね、でもその結構ね、みんな勘違いするのは、うちの師匠、弱い77の神田勝利が俺の講座を袖で聞いてるんですよ。うんうん、弟子の講座をね。そうそうそう。で、なんか多分師匠結構目やに出るんで、ハンカチで、こう目やにを取ってたんですよ。泣いてるわけじゃない。そしたらもうコメントでまさに、うん、先生泣いてるって。ああ、それ違うんだよね。とんでもそれだからそれがやっぱり YouTube。プロは泣かないからね、あんなとこで。まあまあね。うん、いや、でも、太田さんも真面目に袖で聞いてましたね。俺だって夢中だったもん。あ、本当お前の、あの講談。いや、俺だから本当に。で、いわゆる、なんつうのお前が言ったやつ。はい、僕は講義して、安部向こう入りです、ね。安部向こう入り。なんかいくつかやったでしょ。いや、僕、そう、なんかこう、いろいろパターンをバッてギュッてこうしてやってました。そうそうそう。うん、それで、あの、チャンバラのシーンとか。けなって本気で思ってて、うんうん、本当ですか、誰々が来るそれをなんとかねってやるやつあるんじゃないの、ありますか、今朝固めとか横丁固めとか違いますけど、まず柔道なっちゃう、そのやつがすごくて、うん、うわーそんな見たことな、うん、ないし、講談ってあんまり見れないじゃん、まあまあ普通見れないです ね、あの主役ではね、で最後首をスーッと切るっていう、あの人差し指を首を横からスーッとこう、ゆっくりになる。それまでザバッザバッと早いのに、スーッとゆっくりになる。あら。とかあったじゃない。あれ俺の工夫です。そうなんだよ。で、俺が言うのにさ、お前なんで、お前さ、我慢できないじゃん。我慢できないんですよ。我慢ができない、とにかく。そっちが伊集院さん止めるの早いのと同じじゃない。もうちょっと踏み込みたいです、俺も。早いんだ、止めるの。いやいやいや。俺は、あれを、袖で見てて、うわー、これ、まさに映画的な映像あるよね、映画でね。一瞬だけそこの一番重要なシーンがスローになるみたいな感じだなと。これって、誰かの口伝でやってんのかなとか思ってて、打ち上げでこいつに聞いたの。あれはどうなんですか、あれ僕の。というか、あそこを結局やる人はあんまいないんだよね、まあまあいますけど、ああいう演出ではないですね、ああいう演出ではないんでね、で俺勝利先生にも聞いたの、あれって、って聞いたら、勝利さんは、僕にはできないですつって、彼はすごいですねつって、うちの人普通弟子を褒めないじゃないですか、人間すごいと思った、絶賛してましたよね、絶賛ねえ、言ってくださいよ、僕から言うと野暮だから、お前だから今言ってる途中だったんですよ、うちの人が何て言ったかっていうのをちょっともうあのマスに伝えたい、つまりね、あの40分だっけ、ええ、そのやりましたね、40分のネタっていうのは実はね、もっと全然長いのを3つぐらいをダイジェストにして、いいとこだけを、そのいわゆるダレバみたいなところをつまんで、ああやって一つの40分にするっていうのは僕にはとてもできない、だから彼は本当にすごいんですって、それをさ俺にさとくとくと言うわけ、いい話だな、いやー台湾ではフェニックスって言われてるんですけど、ね、朝立ちはできないっすね、その後フェニックスもその後朝用じゃないです、爆笑問題一旦コマーシャル爆笑問題カーボーイ、さあ今日の爆笑問題カーボーイは生放送で、ゲストに神田伯山先生を、ちょっと自画自賛が止まんないんで、もう失敗したくないんですよ、質問もいっぱい来てるんで、伯山になってから今もういいことしかないんですよ、今日は失敗だから、いやちょっと待ってくださいよ俺また爆笑さんもしくじったんですよ。いいとこないよ。いやいや、とんでもない。俺今一回あの休憩中スタッフに確認してて、俺何点だったんですか、初めて。CM 中スタジオ出てって。ね、スタジオ出てって。確認してんだよ。今んとこどうすか俺。俺これで合ってますか、お前ら周りもな。おい、重藤、甘やかせすぎなんだよ、お前。お前らが良くない。したらスタッフがみんな。
最高ですって言ってました。いやいや、もう最悪だよ、こいつら。これ何の時間ですかって言ってました。ね、この聞いて回る時間。本当に聞いて回ってんの。ちょっと質問が来ちゃうんで、ね。何でしょう。ラジオネーム、ハイビスカス山本、はい、太田さん、プロ野球のキャンプのことしか考えてない人。松之丞、改めて白山さん、こんばんは。はい、こんばんは。情熱大陸見ました。ああ、いいじゃないですか。30分じゃ足りないぐらいだなと思ったんですが、真打ちに上がるのは、英検に受かるのと同じぐらいでしょうか。ぜひ、真打ちの凄さを教えていただき。真打ちっていうのは、最高峰の和芸を持つ者だけが許される称号なんですよ。はい、ウィキペディアではね、うん。でも今現実的には15年経つと誰でもなれるっていう。だ結構もう緩い。講談会で？いや、落語講談両方ですね。だいたい15年でもう誰でもなれる。ところでも立て替わりは厳しかったよね。立て替わり厳しかったですけど、基準がいろいろあるんですけど、うん、でも基本的に真打ちって、もう別になんか待ってれば誰でもなれるみたいになりましたよ。昔は、年功序列みたいな。昔は試験とかいろいろあったりとかあるんですけど、うん、今も全然お前何人抜きだっけ？僕は9人ぐらいじゃないですか。9人抜いたの？9人抜いた。だから小朝師匠が30人。すごいソープ場みたいなこと。それ、会うたびに言いますよね。毎回会うたびに。俺デジャブかと思うんですよ、これ何回も。あ、そう、このくだり。でもね、本当に小朝師匠以来の盛り上がりだって言われてますよ、常広。小朝師匠。だってもうちょっと、ね、あの太田さんも言わないから俺自分の口で言いますけど、もう深夜のもう10時から並んでるんですよ、翌日の常広亭、ね、翌日の4時とか5時に始まるのも深夜だから、みんな泊まり込んで、なら、寝袋持って、ね、あの、新宿のところ。キャンプしてる人、間違ってたよね。新宿でキャンプしようよ。そんなやついないですよ。ね、だから、その2周。ホームレスだろ、それ。2周したって。ホームレス入れてる。2周したってですよ。もう、お互い耳が悪いのかな。わけわかんない顔がね。でも、確かに末広ってこんなん見たことない。バターになっちゃったら放送禁止だよ。そうなんだよ。ダメだ。言えないやつだろ。言えないやつ。言えないやつだろって。じゃあ、何です？かなり特例ってことですね。まあちょっと、まあありがたいこと。まあみんなのおかげですけどね。もう、最近、なんで急にみんなの。最近運だけで上がってきたと思ってますよ。本当かよ。本当です、本当に。で、あれは真打ちの凄さ。あ、凄さ？いやいや、うん、あのね、これ真面目な話で言うと、うん、いい例えだなと思ったのが、真打ちっていうのは真剣で、二つ目っていうのは木刀だって言ってましたね。真打ちっていうのは、真剣でやり合うみたいな、うん。本気で、お客さんをこう、スパーンって切ることができるぐらいの、実は切れ味持ってる。それちょっとわかりやすい例えですよね。まあ、二つ目はせいぜい木刀。でも、やっぱりね、松之丞から白山に名前変わって、俺も真打ちになってまだ七、八日ですけど、うん、徐々にやっぱ、変わってきたって言われます、ね。自覚が出てきたってこと？自覚っていうか、なんかもう、全然、なんか、神さん曰く全然ちょっと違ってきたって言われて。そうなの？ 40 人。お前の神さんもどっかしてるよ。今神さん寝てますけど。なんで褒めんだよ。どう男に磨きがかかってきた的な感じですね。そうなの？でもまあ、周りの見方も変わってくるのもあるから。私が抜いてあげるみたいなこと？やめろ。違いますけど。だ40日かけて一人前になってくるんでしょうね。うん、徐々にね。あ、神さんいい話しちゃって。いや、でもさ、松之丞の時からもうさ、二つ目っていう器じゃないなっていうのはみんな感じてた、うん、まあね。まあ確かにあのタイタンライブの。確かにじゃねえんだよ、そこは。タイタンライブの。確かにじゃねえんだよ。タイタンライブの中村中蔵はもうすげえ喋ってくるじゃないですか。俺、これゲストに喋らせないっていう。高田先生じゃないんだよ。散々喋ってるわ、お前。楽しかった。散々喋ってる。ラジオネーム、はい、ラジコヘッド。はい。神田伯山襲名パーティーで。松村さんの滑り芸が炸裂していたことを高田先生がラジオで紹介していましたが、はい、白山先生は松村さんの芸を見てどう感じましたか？いや、だからその高田先生が言ってたことなんですけど、やっぱこう最初が良くなかったんですよ。最初につかみがね、つかみがね、浅草のビューホテルだったんで、はい、白山先生と今、うん、ちょっとね吉原に二人で行ってきましたって言った瞬間に瞬間に全員が引いたんですよ。てかもう冷たいじゃねえか客も。いや、こいつ何言ってんだみたいな感じになって、もうドン引いちゃっていいじゃないか、取り返せないんですよね。まあ一回引いちゃうとね、一回引いちゃうと離職だっけ、あれ離職。いや、離職じゃない、座りなんですけど、みんなだからプロだから笑えばいいのに、と重藤とかも全然あいつ笑わない。あんな笑ってんの、冷たいな。あんな笑ってんの、あいつ。滑ったやつとかもうダメになったやつとかにも冷たいんですよ。俺そういえば情熱大陸見て思ったんだけど、はいはい、こいつがね、はい、俺の話をしようとして、うん、ああ太田さんのあそこ、うん、情熱大陸笑ったな、あれ、うんうん、なんか天才ぶっちゃってよみたいな話をした時に、うんうん、
ちょっと一回コピーしたいからさ、ちょっと出してくれって言ったら、すぐ出てくんだよ、俺の情熱会。はぁーみたいなさ。あれはもう、あの、缶コピー、だから家の洗、地面のお風呂でずっと真似してるくらいやってる。5回、6回、あの、ピカソと同じでしたね。すげえ。それで一回撮ってさ、ちょっと休憩入りましょう、つって、うんうん、もう一回やんだよ。で、俺のセリフを、またちょっと工夫して変えてやんだよ。そう。何やってんだろ、こいつと思って。で、最後、情熱体力で、2回目の方がキレが良かった。何回も撮り直してんじゃねえか、これ。さ、情熱大陸の連中もさ、どういうつもりであれを、自分たちの作品をさ、けなされてるのに、あれ何なの、あいつら。本当だよね。いや、確かにね。自分たちがそういう編集して、ナレーションの人同じなんだよ。ああ、そうですね。そうだよ。そうだね。ルーテ光は天才である。はぁーみたいな言われてんのに、それをさ、ナレーションの人もさ、もう一回やるようだ、みたいなことやってんだよ。確かに、情熱大陸は俺と太田さん、太田さんが可愛がってくれてるっていう設定をまず無視してるから、そうだろ俺がただ、もう大先輩の太田さんに、天才ぶりやがってとか言ってる風に、だから、やたらな、あれで俺ね、ファミリー層消えたと思うんだよね。あれで視聴率悪くなって、生意気なやつみたいになったんですよ。ああ、そっか。ラジオネーム、辛いもん。最近ラジオで、グレーのマッサージ店の話はしていませんが、そうですね。疲労工業が落ち着いたらまた行くんでしょうか、それとも合間を縫って行ってらっしゃるんでしょうかと。僕はあの本当にそのグレーなマッサージのことに関して言うと、うん、やっぱこうちょっとだけメディアに出ることによって、うん、本当に大きなものを失ってしまったなと思いましたね。マッサージという。グレーなマッサージに行けなくなったっていうね、本当にもう一般の人が羨ましいっていうか、ちょっと僕だから僕も僕くらいのレベルの知名度でも、うんうんうん、ちょっとグレーなマッサージやばいんじゃないかなって感じになってますね。それやばいっていうのはなんか、その、言われるってこと？いや、そのなんか。バラされちゃったらね。いや、だからそのなんか写真撮られちゃったりとかなんかあったらやばいかなって。だからそれだからなんか本当に、だから本当になんか辛いですよ。溜まってんの今。いや、溜まっちゃってる。だからもう白山になってから行ってないですもん。全然。この8、白山になってから。まだ、前4回使っただろうがよ。この8日間行ってないですもん。これを。真打ちなのに褒めてほしい、俺は。本当。本当。だからでも。オナニーしてんの？いや、もうね、オナニーしてますよ。もう、前歯？もうオナニーしてないと狙わないですもん。それそうだな、今、テンション上がってるもんな。いや、でも本当にでもね、なんか、なんでしょうかね。セックスもしてんの？セックスはしてないかな。ね、太田さんね、自分のこと棚に置いてるんだよ。それあれ、三代社長のツイッターで、うるさいよ。太田さんと3年してないんじゃないよ、お前さ。太田は立たないって書かれてるんですよ。どんな神さんなんだと思って。俺、家じゃ勝利先生って呼ばれてる。勝利先生。さすが国宝、みたいな。さっそうと走る雑草。白山先生に質問です。はい、神田松之丞の時にはできたが、神田白山を襲名したらやらない方がいいなと思っていることはありますか？ええー、まあ、ないだろう。ないですね。別にない。まあ、何にも変わんないですよ。うん。まあ、なんか周りの扱いも変わんないし。だから、うん、白山なんてやっぱ雑に扱ってほしいですよね。いや、うん、それはいいけど、俺あれ、寄せ行ってさ、思ったけど、うんうん、あの、こちらくとかさ、あ同期なんでしょ、います、います。いや、本当にお前、恵まれてるよな、仲間にな。仲間に恵まれてるんですよ、うん。なんかみんないい人じゃないですか。いい人だね。いい人なんですよ。ね、かっこいいしみんな。それでさ、こちらがた、うん、ね、うん、俺と話してたらさ、うん、ちょっと話長えよとかつ、こいつさ、うん。いや、長いんだよな、あの人。いや、こちらが兄さんっていう落語家いるんですよ、僕よりちょっと何年か先輩ので、ずっと太田さんに打ち上げの席で、うん、そうだよ。ちょっとなんか悩んでて、なんか事務所どこ入ればいいかって。あ、そんな話したの？そんなのタイタンの人に言ったらしょうがねえだろ。俺に聞いても知らねえよとは俺は思ったけど、でもさ、一応ほら、本当に悩んでるみたいな、まあね。で、それがもう本当普通だったら10秒とかじゃないですか。まあ、みんな太田さんと話したい場ですから。いやいやで、その時にもう3分か5分くらい撮ってて、俺思ったよ。先輩だけど、長いよっつって。その言い方が本当に冷たい。そう。ひどいよね。こんだけ。いや、あの後、ね、サブザン TV 見てたら、毎回来てんじゃん、こちらく。ええー、来てます。あんなに手伝ってもらってんのに。手伝ってもらってね。うん、ひどいなと思って。いや、そのなんか、ダラダラしてるから、会話が。ダラダラするだろ、打ち上げなんだ。なんか、火曜以外のジャンクみたいにダラダラしてるから。言うなよ。火曜以外のジャンク。火曜以外のジャンクみたいに。火曜ジャンクはやっぱすごい、カーボーイすごいですよ、本当に。やめてくれよ。ラジオネームフラメンコ。はい。白山先生、太田先生。はい。
田中先生って先生、選手先生の先生、はい、こんばんは、はい、白山先生への質問です、白山 TV 面白いです、うん、特に楽屋風景の緊張感が新鮮です。舞台裏を見せようと思ったのはなぜですか。結局ね、やっぱりそこに宝があると思ったから出した方がいいと思ったんですよね。これは講談と同じ発想ですね、僕はね。何それ。え？今の失敗だと思う。失敗じゃないですよ。なんでそれ失敗って言ったら自分の失敗だと思っちゃうから。アドリブに弱い、ね。アドリブに強い方ですよ。これだったら編集だったら3回やり直すのよ。なんでセーター脱いだの今。あのね、太田さんね、あのでも本当に思ったのは、うん、あのね、やっぱね、普通テレビには映さないとこ面白いなと思ったのは、鶴瓶師匠が、うん、自分の弟子がいた、ね、で弟子が、うん、実は勝利先生に結構つけていただきましてって言ったの、うん、2階でね、じゃあ目の色があってもうほんまかっつって、マジかって言って、うん、鶴瓶師匠が2階から下へトントントンと降りてきて、うん、うちの師匠のとこ行って、うん、あの先生、あのちょっとうちの稽古つけていただいたみたいで、うん、あのさりげないやり取りって、うん、あんまりメディアに出ないで、出ない出ない、でも、うん、実はあれ鶴瓶カメラ意識してた、やめなさいよやめなさい、そういうこと言うのは。確かにな、いや、それね、あの、絶対意識してるから、あの人は。絶対意識してる。あの人は絶対意識してるから。いや、でも、いや、でもね、あれ、かっこいいんだよな。いや、でも、だからかっこいいんだよ。でも、それは、だから、要するに、笑福亭鶴瓶って人はタレントじゃなくて、落語家なんだってこと、だね、指定のやりで、俺は諸閣の弟子だっていう、いその流れを組んでるっていうのが、ね、あの、さりげないやりとりで全部わかるんですよ。わかるわかる。それが白山TV のすごいところ。結局自分普通のドキュメンタリーじゃ出ないんだよ。すげえ話から、ね、結局自分で。まあ、これいいか、ラジオネームもうダメだな、うん、太田さん、田中さん、白山先生、こんばんは、はいはい、白山 TV で、はいはい、爆笑問題さんの疲労工場の様子を拝見しました、太田さん本当にありがとうございます。勝利先生の髪が黒すぎることに触れてくれて、うん、僕はここ1年ずっと勝利先生の髪が気になって夜も眠れないほどでした。いつか勝利先生がこのことについて語ってくれないだろうかと思っていましたが、これですっきりしました。改めてお礼申し上げます。要するにうちの師匠が77なんですけど、うん、髪が黒々としてふさふさなんですよ、ね、で、あの白山 TV 見ていただけば分かるんですけど、うん、太田さんが工場ですよ、俺の広めの場ですよ、はい、そこで勝利先生初めて会ったんですけどズラですかって言って意味わかんない、もう脈絡なさすぎるんですよ、ね、はい、うちの師匠笑ってんだけど、それを聞いて、問わず語りの神田下山の、うん、あの、ディレクターの戸波さんが、うん、その、見て、うん、なんか、どういうあの人も感情かわかんないけど、うん、それ見てなんか涙出てきたらしい。どういうこと？どういうこと？いや、それ感動みたいな。いや、だからなんかわかんないけど。どこでなる？いや、なんかわかんないけど、すごい優しいやりとりで先生も笑ってるし、ね、っていう、そのなんかそこ突っ込んで、あえて太田さんも、ちょっとリスク背負って面白くしようみたいな。そういうことか。いや、でもあれ本当笑ってくれて、ね、だああいう人じゃなきゃ言わないからね、俺は、うんうん。もうわかるわけだよ。いやいや、わかんない。失敗いくらしてんだ、まあ。いや、俺でもね、どんだけ失敗してんだよ、それ。でも、俺驚いたのは、打ち明けで、その髪の毛の話になったの、うんうんうん、で、よくなりましたね。すごい、でもズラじゃないですよ、みたいな。勝利先生が言ってくれて、まあ、シャレっぽくね。でも、黒いのは何ですかって言ったの、本当に。そしたら、地毛なんです。すごいね。染めてないんだって。染めてないんだ。で、そうなんです。私、お袋の血引いてますから、つんだよ、うん。全員そうじゃねって言って。酒の席でそんな揚げ足取ることないでしょ、うちの師匠じゃないの、なんどういうことなんですか、ね、CM 行きましょう。もうまた爆笑問題カーボーイ、生放送でお送りしております火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ、今日はゲストに神田伯山先生が来てくれております。いやツイッター評判いいですね。いいよだよ、いちいちさ CM の間に、ね、スタジオ見て確かめに行くなよ、ツイッター見に行くんだよ。神回だって言ってます。神回だっていう。なんでそれじゃ。いや俺、いやそのボケを10個ずる。そうそう、なんでこんな先生にそんな。腰崎さんはそのしょうもない企画を。俺のアイデアだ。面白い。ちょっとニコロに力注ぎすぎでしょ。ツッコミの腕を試す。全然いいです。いやでもちょっとでもその前にいっぱい出てた人って、うん、そのプロじゃないですか。
ツッコミの小峠さんとか、うんうん、なんでこれを俺にオファーしたんですか、なんかあるんですか。いや、プロ先生だから。いや、先生がね。いや、でも先生だから、これだから分かります、これだから俺テンション上げますよ、うん、テンション上げてれば大体なんとかなりますよ。まあ大丈夫大丈夫、テンション上げて、テンション上げて。ツッコミなんかやったことないけど、太田伯山とかもさ、はい、結構ほら突っ込んでる。お前ツッコミも違うんですよ。俺だからあれ良くなくて、太田伯山はね、あの爆笑問題ファンがね、あんま嫌うんですよ、ネットで。なんで。だから太田さんがネットは全部事実。お前はネットしか気にしてない。田中さん、ネットに書いてあることが 100% 事実。もうさ、ほんとね、なんだろうな、この信用しない。この古典芸能とさ、この最先端のネットとさ、だからね、今時の子なんだよね。いや違う、いや距離は距離は置いてますよ、ネットとは距離は置いてます。いや、もう近いよ。ちょっと早くやるんで、やるんで、早くやりましょう。バカの人だからしてんの嫌いだ俺は。はい、じゃあいきますよ。大変なんですか。ボケが10個入った手紙、これがね、ありまして、とにかく、まあ、誰かから手紙を出ます。これはもう、あの架空の人かもしれないし、なるほど、知ってる人かもしれません、うん、でその中に確実にボケが10個あります、はい、一個一個ちゃんとボケを見極めて正確に突っ込んでください、はい、全部正確に突っ込めたらすごい。ああ、でもこれでもあれですよね、はい、もうみんなできてるんですか、それは。いやいや、もうできない人も、三村とかひどかったからね。あ、岡田ね、岡田、岡田とか、あんなツッコミの代表みたいな人たちが全然できない。いや、全然いいですよ、僕は。でもそれが面白かった。全然来てください、はい、頑張ります。神田伯山大先生の運転手希望ネーム、アンケイヨ、太田さん、二代目大仁田名人、大仁田敦史名人。大仁田敦史じゃないんだ俺、ちょっと似てるけど。ゲストの着物インポテンツ先生。あ、もうこっから突っ込むんだ。いや、これはね、まだ。いいよ、突っ込んで。突っ込んでもいいけど、これはまだ始まってはないです、ね。あ、始まってないですね。落語家、春風亭昇太から神田伯山へ、はいはいはい、ボケが10個入った手紙です。昇太師匠から。そんなバカな。そんなバカなじゃねえ。昇太師匠から来るわけないでしょ。工場やってくれてたろ。ねえ。神田うのさん、こんばんは。こんばんは。神田うのさん、こんばんはっつったんだから。嘘でしょ。うのじゃねえよ、嘘じゃん。だって。じゃあ今聞こえづらかったんだね。普通のセリフだわ、嘘でしょ。ちょっと待って。で、ちょっと。お前、こいつ緊張してるわ。緊張してないですよ。あんなすごい名人なのに。いやいや、とんでもない。ちょっと、これは今、あの、音声、松村さんのパーティーと同じですよ。どういうこと？音声トラブル。いや、ちょっと、地声で、地声届いてるよね。なんか聞こえづらかったんですよ。声がこもってたのかな。神田うのさん、こんばんは。こんばんは。だから、ツッコめよ。うのじゃねえ。うのじゃねえだろ。そうそう。白山だよ、とか、ね。白山だよ。あ、そういうことか。お知見の、春風亭昇太です。落ち券じゃねえだろ。あの間違い探しじゃないからね。これちゃんと。これどういうことなんですか。余白なんかおひれはひれをつけて面白い。いやいや、それはいいです。うん。落語芸術空間は解消でしょっていうのが正解です。今。いやいやいや、それはまあまあ例えばね。いやいや、そこはお前ダメだよ。お前ちゃんとやんなきゃ。え、ちょっと待って。お前なんで。太田さん、それは今めんどくさいから時間もないし。何が。ピンポンってなってんだからいいんだよ早く。いやいや、いやいや、ちょっと待って、わかんないですけど、喧嘩しないでください。俺のツッコミの技術が足りないからって、喧嘩するのだけは。もうそれだけ勘弁してください、本当に。何でしょう。先日は、はいはい、何でしょう。新宿で行われた、うん、あ、そうか、この度は、真打ち昇進並びに、うん、二代目、牧原紀之襲名。牧原紀之じゃないでよ、俺は神田伯山だよ。全然、ろれつ回ってない。完璧でしたね、今ね。先日は新宿で行われた、真打ち昇進、ポコチン披露興行。ポコチン、真打ち昇進披露興行ね。ゲストとして呼んでいただきありがとうございます。おいおい。いやいや、とても素晴らしい興行でございました。そりゃそうだ。私は普段、日本一の茶番劇集団笑点の司会をさせて、それはその通りだよ。おりますが、はいはい、この笑点を作ったのは誰だかもちろん知っていますよね。あ、知ってます、もちろん。そうです、あなたが敬愛してやまない落語家、うん、男子トイレです。だー、立川男子です。他の笑点メンバーもゲストとして参加していましたね、はい、紫色の着物でおなじみ腹黒不倫師匠。腹黒不倫師匠じゃなくて三遊亭円楽師匠ね。ダメダメもう、うん、ピンク色の着物でおなじみ便秘薬みたいな名前の師匠、三遊亭好楽師匠ですね。そして元座布団運びの
巨大しゃもじ突撃晩ご飯式山田孝雄さん、あ、桂米助師匠。山田孝雄いなかったの、お前の工場に。桂米助師匠ね。はい、そうそう。はいはい。他にも豪華なメンツが揃ってましたね。はい。それより何より、真打ち、神田伯山の講談は素晴らしかったです。おお、すごい、ありがとうございます。興行の初日に足を骨折して死んでしまった小遊三師匠で死んでないですよ。ピンピンして、もうずっと来てくれてますよ。足引きずりながら。春風亭昇太という。そっか、はい、うん、でもまあまあ、いやいや、こんなのは僕は素人ですから。でも、もう一個ありますよね。もう一個ありますね。ありますよ。まだありますよ。全然ありますよ。行きましょう。翔太師匠おかしかったな。これ大変。いや、俺ね、思った。これリスナーは、うわ、こいつ全然じゃんって思うかもしれないけど、うん、頑張った方だよ、俺。頑張った、いや。訂正だけど。まだ今のクイズになってるからね。まあそうです、ね。クイズと回答者になってるから、そうです、ね。ツッコミってもうちょっと。もっと面白くして、そうそうそう。もうちょっとこう余白見てバンバンってやるのもですね。そうそうそう。そうですね。分かってますよ。死んだのは猫だよとかなんかそういう。いやー、そうか。死んだのは猫。これ難しい。で、これやっぱ俺本当思ったんですけど、越崎さんが悪いんじゃないかなと思って。何が悪くないよ、誰も。お願いします、どうぞ。ラジオネーム、犬大丈夫。犬大丈夫。太田さん、第二のミノモンタ。ゲストの、第二のセシュボンタ。第二のセシュボンタ、六代目神田伯山さんね。セシュボンタさんもどこ行っちゃったかわかんないけど。弘中綾香から、神田伯山へ、ボケが10個入ったって、ね、嬉しい。こんばんは。クソバカ彩香です。自分でクソバカ彩香って言う人いないでしょ。弘中彩香ってもうすぐもうナンバーワンタレントだよ。もうアナウンサーね。私と神田伯山さんは今、うん、番組で共演させてもらっています。はいはい、そうです。番組名は太田割り算という番組です。太田伯山ね、割り算だったらもうあのなんかもうちょっともう割り算だったら割り算だったら割り算だったらどうしようかな。白山さんは、はい、つい最近名前が変わられたんで、うん、はい、私は卵、まだこっち、卵っちって言っちゃった。まだこっちの名前がしっくりきますね。うん、死んだ小田切城。死んだ小田切城。だから小田切城さんにも悪いし、神田白山です。あの、神田松之丞をもじった、ね。あ、松之丞もじった。それでは改めて私の自己紹介をさせてください。はい、はい。私の特技は、バイオリンです。バイオリン、あ、そうなんだ。学生時代は部活でひたすら練習をし、はい、腕前は馬並みです。馬並みじゃないでしょ、人並みでしょよ。馬並みってお前先代連絡書じゃないんだから。これでしょ、こういうことでしょ。いや、まあそういうことだけど、ね、うん、ちょっと人並み、人並みじゃないんだよ、自慢してたからね。あ、そうか、人並みじゃない。そのままプロを目指していたら、はいはい、高嶋ちさ子さんのようなプロの、うん、ゲーム機オリニストになってた。バイオリニストね。ゲーム機オリニストってゲームなんか終わったらめちゃくちゃなことになるでしょ。ゲーム機オリニストってなんだよ。あ、白山さんは学生時代ソフトペニス部で活躍されてたんですよ。バスケ部だし、ソフトペニス部って俺確かに ED だったけども、それを形するために一生懸命頑張ってたバスケ部だったよ。私は慶応義塾大学を卒業後、うん、今勤めているソフトオンデマンドに入社。ソフトオンデマンドの AV で主演務めてナンバーワンになってないでしょ、今。普通にちゃんとナンバーワンの アナウンサーですよ。入社後はすぐにタモリさんのアシスタントとして、うん、ミュージックペペローションを担当しました。ミュージックペペローションっても言いたいだけだろうよ。普通にミュージックステーションね、音楽の番組ね。皆さんに迷惑かけることも多く、うん、まだまだ素人者ですが。素人者でまた AV 戻っちゃってんじゃねえか。アナウンサーね。これからもよろしくお願いします。はい、それでは畑中陽子でした。畑中陽子じゃないよ、前から後ろからじゃないよ。わあ、見事、見事、こっちは成長が見えましたね。すごい、すごい、さすが、ずいぶん伸びてきた。成長してる。すごいよね。ねえ、やっぱ違うな。いや、やっぱこう、うん、やっぱできるんだな俺な。できるね、うん、ちょっとずつね、ちょっとずつ。あ、でもすごい、太田割り算がちょっとあるだとね。これだから僕良くないのがこうちょっとテンション低いんですよね。これがもっと上げてたらいいですね、多分ね。いや、でも今のテンションいい感じだよね。いい、ちょうどいいですよ。あ、よかった。うん、ただゲーム機オリニストは、はい、あの高嶋さこさんが過去にゲームやんないから、あ、そうか、そうか、このゲーム機をね投げちゃうんです。そこなんです。そうか、それ時事的なことがあるんですね。なるほどね。ラジオネーム、まだやんの。
いや、もういいでしょうよ。この調子で飲みてきたでしょ。もうバカしちゃいけないんですよ。もう全然跳ねてねえんだから、この企画。跳ねてねえんだっつうの。やんなきゃよかったと思ってんだから、俺。ツッコミの。俺、スタッフにも今何点か聞けないんだよ、俺もう。もうすごいすごい。どういうことだよ、ミミズグジュウイ。もういいよ、そいつ。もう俺んところに送ってくれよ、そいつ。三つ代さんを愛する人、ミノモンタの後釜、白山先生、こんばんは。はいはい、こんばんは。さあ、来ました。来ましたね。伊集院光さんから。あ、神田伯山先生への手紙。いやー、めちゃくちゃ嬉しい。ありがとうございます。会いたい。こんばんは。伯山先生とは、松之丞時代も含めて、まだ一回も会ったことがない。そんなバカなこと言っちゃいけないよ、伊集院さん。俺は本当にね、二回会ったの嬉しくてしょうがないんだよ。本当に楽しかった、本当に楽しかったって言ってたんだよ。でも、後でラジオ聞いたらもう二度とないって言われたんだから。伯山先生が僕のことを好きだという話は人捨てに聞いているの。人捨てじゃないでしょ。ラジオでちゃんと言ってますよ。何かの仕事で会えたら仲良くできると思ってます。いや、本当だよ。信じたいよ、その手紙。その偽物の方につながりたくても腹立ってしょうがないよ。本当に会いたくてしょうがないんだから。アーマーに質問があるんです。うん。伯山先生は僕の何が好きなんですか？何が好きってもうラジオが面白いことで大好きですよ。ラジオですか？うん、テレビのクイズ番組ですか？クイズ番組はまあまあ別に普通のタレントでやってますよ。そういう風な出方でいいですよ。それともビートたけしさんや安倍首相のモノマネですか？うん、それはなんか松村さんとかじゃないですか？もうまあちょっとデブタレで似てるかもしれないけれども、伊集院さんはそういうんじゃなくてもうすごいラジオの天才ですよ。ほんと十数年前の伊集院さん最高だった。それを言うの？バカ。なんでそれ言うの？いや、今いいじゃないですか。いいよ、いいよ。俺の聞いたんじゃない？もう少し早く会っていれば。工場にも出たかったのに。いやー、その言葉本当に聞きたいんだよ俺。なんでその偽物のやつ、本当になんか俺が自分で書いてみたいじゃないかそれ。本当に伯山 TV に出て欲しかったんだ俺は。横並んで欲しくて。これからますますご活躍されるはずの伯山先生。あ、そうです。今後もいろいろな方と出会うでしょうが、うん、爆笑問題の太田さんに会ったら嫌われるかもしれません。何言ってんですよ、本当に。もう、伊集院さん。あなたが俺を嫌いなんじゃないですか。爆笑さんとは今んとこうまくいってますよ。そうなったら、時事通信ホールでの東京ビタミン寄せにも出れるね。タイタンのね、タイタンライブですよ。東京ビタミン寄せは、あれですよ、宮川雅さんがやってる、もう TBS から飛ばされちゃった宮川雅さんがやってるとこですよ。ビタミン大使 ABC です。それは違う。違ってたんだ、ごめんなさい。無駄に宮川さん傷つけちゃった、また。またやっちゃったの。宮川さんも好きです。他人が興味がない相方のブッチャーさんには適当に話を合わせておけば大丈夫。ブッチャーブラザーズの人でしょそれ。そうそうそう。違いますよ。でももし伯山先生がバカラ賭博に興味があるようなら一緒にやるといいよ。どういうこと？あ、それわかんないな。恵比寿吉和じゃないのそれ。バカラ賭博は全然わかんないけど、すいません、そこするしでいいですか？これ田中のこと言ってますから、ね、あ、そうか。バカラは全然興味ない。あの人金玉片方を売ってまで賭博してるからね。すげえやつだな、金玉片方売ってまで賭博ってやつ。そんなやつ見たことねえよ。それではさようなら。 YouTube の王伊集院光より。いやー、 YouTube じゃなくてラジオの王ですよ。見事。いやー、よかった。うまいね。でもやっぱさすがね、徐々に上がってきたね。伊集院のところはやっぱよかった、ね。うん、もう1個ぐらいやっとく。以上。以上。もう以上ですか？以上。もう以上ってなんだよ。俺は伯山になってから全部の仕事うまくいってんですよ。うん、こんな恥かかされると思わなかったです。いやいや、深夜2時40分に上達が早いよ。でも早いですね。そうそう。でも早い。確かに早かった。宮川勝最高。あと僕思ったのは、ビタミン寄せってね。伊集院さんとか、そう、想定しやすい人だと突っ込みやすいんだなと思った。ああ、そう。自分との距離感。ね。ほんとそう思いましたね。はい。いやー、でもよかったね。ああ、面白かった。面白かった。ほんとに。ね。俺らだからさ、さっき途中になっちゃったんだけど、はい、お前の、はいはい。末広亭行く前に、はいはい。浅草でやったじゃない？浅草でやって、それが20分だったって話したよね。で、20分で、それを、前の日に知らされるわけだよ、俺はね。はい。おいで、20分なんか作ってないわけだよ。そうですね、まあ、ね。で、なんとかなるでしょみたいなこと言ったら、そのネタが全部ダメな、俺にとっては、俺の中ではこれボツにしたようなやつだったのね。ほんで結局、タイタンライブ終わって、その夜に俺が一人でもうほんとシコシコさ、同じ人じゃない。そんな、でも僕思うんですけど、別にフリートークとかでお客いじってたりしたら5分くらい経つじゃないですか、なんとなく。
でもやっぱそこは漫才師だから。無理無理無理。できないから。そんな器用じゃないんだよ。え、そうなんですか。うん、え、だって普通になんかいじってたら5分くらい経つじゃないですか。だから、器用じゃない。営業とかじゃないからね。うん、やっぱり。ああ、ちゃんとしてるとこなんで。ネタをやるあれだからね。ほいで、20分にして、うん、お前んとこ何分だっけ？ 15 分、うん、僕は30分でした。いやいや、俺らのネタ。ああ、15分でした、ね。15分だよな。15分で、15分でいいやつって。うん、はいはい、でも一応付け足したりなんかして、はいろ、はいろこう、モザイクして、やってたのね。で、聖広って楽屋が取れないっつうから、狭いですよね。近くのホテル、撮って。そうなんそうだよ。そこでずっと練習したんだな。うん、ああ、そう。出番まで。申し訳なかったな。そしたらさ、はい、そこはビジネスホテルみたいなとこで、うん、ね、はいはい。で、俺はもう必死なわけだよ。新ネタ、はいはい、そこでどうやるかっていうのさ、はいはい、やって、新たに付け足したいなんか知ってるわけ。ちょっとこいつがさ、ちょっと水も何にもないわけ。はいはい、冷蔵庫もなくて、うん。で、水ちょっと飲みたいからさ、買いに出ていいっつって。はいはい、俺一人残して出てったらさ、ほうほう、カード持ってったらさ、全部電気が消えてた。子供みたいな。暖房も消えてた。俺さ、こいつが帰ってくるまでも、凍えそうになりながらさ、布団にくるまって待ってたんだ、ね。そう、基本じゃないですか、カードを抜いちゃいけないって。なんでできなかったの？その意識なくて。もうひどいよな、お前。鍵が、ほんとカードのやつね。あれ入れると電気つくんだよね。そう、しばらく消えんだよね。帰ってこないんだ、こいつ。俺さ、鍵持ってかなきゃ入れないと思って、鍵取って行って、普通に下行って、コンビニ近くに行ったら、コンビニ行って、その飲み物となんか新聞かなんか買って、で、まあ、5分ぐらいだよ、でも。5分ぐらいあったよ、あと、だって暖房が効いてた部屋がどんどん寒くなったの。あ、それで俺、布団にくるまって、真っ暗くて。レジが混んでた。確かに。それ気づかないんですよ。電話すればいいじゃないですか。電話ないもん、俺だって。あ、持ってないんですよ。最悪だからもう。そう。電話番知らないし。それで俺ね、俺帰ってきて、カシャって開けたら、電気、真っ暗。まあまあそうですよ、それはね、カードで。なんかベッドで、車って寝てるから。最悪だ。凍えちるから。消したんだと、自分で。一瞬、眠かったのかと思って。で、あ、寝ちゃったんだと思って。で、鍵やったら、電気ついた。電気ついたから、あ、そういうことかってそこで気づいたんで。それなんかちょっと文句とか言われたんですか？いや、それで、俺がすぐ謝った。ああ、すぐ謝ったつか、ね、俺もうそれどころじゃなくて、もうネタをか、間に合わないから。いや、もうネタ、かっこいいっすね、やっぱ漫才のね。ネタネタってなんだよ、お前、その言い方。いや、漫才引き取りだなと思って。漫才師なんだよ俺は。ずーっとネタネタ言ってるから、もう。ネタネタばっかり言ってんだよな。俺は芸人だ。俺は芸人だ。俺さ、白山 TV 見てね。はいはい。2回ぐらい見ちゃったんだよ。あ、もう見てください、どんどん。したらやっぱさ、あ、ここ、こういや、よかったとかさ。まあ、ね、そんなことばっかりなんだよ。またそんな格好つけて、いや、もう十分かけてるじゃないですか。かっこつけてない。いやいや。何がダメだったんですか？まず、うん、コロナの新しい名前が、はいはい、コディット19ね。あれが出てこなかった。ずっと出なかった。ずっと出なかったですね。で、あれがもうすっごい気になって、コディット、うちでまた練習してんだよ、ほら。いや、俺、頭下がる。いや、だから本当に本気でやってるんですね。いや本気も何もあれだから俺テレビ見ないの。ああいう風になっちゃうから自分の出たやつね。そうそう、自分の出たやつ絶対見ないの。それが気がついちゃって、あ、ここ間違ってるっていうのが気がついちゃって、練習始まっちゃうから、だから見ないの。あれ、太田白山とかもあれどう思ってるんですか？見てないよ。太田松之丞とか見てないんですか？見てない。あれだから、一切。あ、見てないんですか？うん、あの番組なんか大丈夫なんですか？今後あるんですか、ね、知らないよ。あれ、ねえ、あれ、ただ、お前次第だ。お前が人気あるから大丈夫なんだ。いや、あれだ、俺頑張んなきゃいけないんですけど、やっぱ俺がそのなんかね、うん、なんかちょっと、なんかそんなふわふわしてるから。いいんじゃないの？それは。いいんですか？全然。あ、そうですか。いいんじゃないあれ。あの番組面白いじゃん。失敗した。あ、そうだ。夫婦別姓のこの世の中のやつ、ね。ああ、ボケがありましたね。ほいで、名前変えて喜んでるのこいつぐらいですって言えばよかったなっていうのを、ぐずぐずになってたから、ね。確かに。いや、でもそのぐずぐずさはまあなんか太田さんのチャーミングさでカバーされてたんで。いやいやで、俺正直ね、爆笑さんはもう全然受けててよかったんで、翌日に、ちょっとなんかこう名前出しにくいんですけど、その寄席演芸の、なんかもう本当に人気者がいない日があったんですよ。いや、そこで言うなよ。その人気ゼロみたいな。やってくれて俺、こいつ工場並ぶのかみたいな日があるわけですよ。俺もう
きついなっていう。俺同罪にしないで。同罪で。いやでもさ、好きなんですよ。俺は好きなんですけど、したらその、俺の横にいる醤油師匠って人が、俺ずっと可愛がってくれた、うん。で、結構辛口な人で、うん、で、その横の横にいる人が結構重鎮の人で、その仲悪いんですよ。うん、あ、そうなの？で、その。歌丸公演員みたいなもんだ。あ、もうそう、あれはでもネタで、笑点でやってましたけど、でその醤油師匠がとにかくなんか俺のことも、こいつはね、もう自分のことだけじゃなくて、もう本当にね、人のことも考えて、いろいろ講談会のためにやってるし、清廉潔白な男だと。あの横の端にいるあいつとえらい違いだって言い出した。で、それが全然、最初は笑いこそあったんですけど、20秒、30秒、ずーっと、あの人は私利私欲で、欲な落語家じゃないみたいなのを、俺の広めで言い出した。俺の広めでガチンコ仕掛け始めたの。でも俺も関係ないのもそうなってくると。で、そうするとその、なんか散々ディスられた人の順番に回るじゃないですか。したら、その人も、醤油があんな生意気になるとは思いませんでしたね。なんです、あの工場は。え？最近ちょっと稽古して、そこそこ芸協で受けるぐらいの、その程度のものが、よくあんなこと言いましたね。やばいな、これ。よろしくお願いします。全然俺関係ない。頭なんだこの工場と思って。あ、でもそれも見たいな。面白いよ。白山 TV 全カットですあ、そう。え、それ放送事故ですよ、そんなの。放送事故なのかな。放送事故。いや、だからでも。それこそ見たいわ。いや、でもそれさ。それ芸人の良さじゃん、そこも。そうなんですよ。で、それで楽屋で、その散々そのガチンコ仕掛けた方が、油断ですよってヘラヘラしてるんですよ。なんだよこの感じと思って。見たいよな。見たい見たい。でもそれ面白いんですけど、うん、いやだから本当にで聞いたんですよ。その、うん、あのディスられた師匠が帰った後に醤油師匠って人に、うん、なんで僕の大事な工場であんなこと言い出したんですかって言ったら気がついたら言ってたっつって。病気なんですよ完全に。太田さんと同じなんですよ。気がついたら言ってたっていう。お前だよお前。びっくりしちゃった俺も。一曲聞いてください。TBSラジオ今週の推薦曲、加山雄三＆ザロックチッパーズで。Forever with you 永遠の愛の歌。火曜ジャン爆笑問題カーボーイ。爆笑問題カーボーイ。さあということで、はいはい、最後のコーナーとりあえず行きましょう。カーボーイ大穴予想。ねえ。溺れたエビさん、バカモさんも、今週のカーボーイの放送の中で起こりそうなことを予想して思っております。ただし、大穴の予想限定です。ラジオネーム、小栗旬、筋太郎。末広亭に出演した時、太田さんが、人間国宝の国宝ってやっぱでかいんですかと、神田松鯉先生の金玉を握りつぶそうとしていたことが判明する。なるほど、やりそうだよね。いやいや、しませんよ。人間国宝ですよ、だって相手は。まあそうだけど、トム・クルーズの股間に同じことやるやつだから、それは分かんないよ。やりかね。宝の持ち腐れだと言ってましたけどね。ラジオネーム、孤独なコンビナート。おい、お前、ちょっと休むなよ。え？いやいやいや、俺が参加していいんだよ。いいんだ、いいんだ、いいんだ。何休んでんだよ、お前。ぐったりしてんじゃねえか、俺もう、明日の末広亭のこと考えてる。ラジオネーム、孤独なコンビナート、はいはい。田中さんが白山さんの情熱大陸を見ていないことが判明し、まだ見てない。太田さんに白状だよな、お前はと言われる。いやいや、思ってます、本当に。見るのは見る。だって今日来るって分かってんだよね。だって俺見れなかったんだもん。いや、でも30分ですからね。そうだよ、30分だよ。その時間も仕事見れるよ。してたから、いやいや、あれだし、で、ほら、昨日、今日と沖縄行っちゃってたから、もう見れないじゃん。いやでも時間を作れますよね。作れるよ。30分つっても実質だって十数分ですからね。今日来ることの方が大事。いやもちろんだから、あー見てーなーと思ったけど、まあ無理かと思って。いやいや、そんなわけないですよ。無理だからそれは。こういう層が多いんだろうな多分。見てない層の。あ、そうだよ。見てない。気にすんなよ。いやいや、でもいいんですよ、もう全然いいんですけど、あれ出来は良かったんで良かったですよ。お坊さん応援ネーム、はい、今に見てろどっか。今回の放送の出来に納得していない白山先生が、生放送が終わったらあと3回ぐらい撮り直します。いや僕はでも全然十分いい出来だと思ってます。これよくやりました。全然問題ないですね。全然ね。自分の番組だったらもう何回も撮り直します。人のゲストだね。感想メール。はいはい。感想メール。感想。ラジオネーム、父は公務員。白山さん、慣れないツッコミお疲れ様でした。いや、慣れてたよ。意外と冷静で的確なツッコミができるんですね。でしょ？
講談中はよく怒って机を叩き怒ってないんだよ、大声でなんか叫んでるのにバカにすんなよ、講談自体をバカにすんなよ、ね、講談自体だよ、失礼な手紙にすぐ怒っちゃうかと思ってヒヤヒヤしていました。お前だよ、普通にうまくなってるだろ今ので上達してんね、上達してラジオネームまだいけるのよのカツアゲ、問わず語りの神田伯山を聞いていると、うん、完璧なぐらいヒールなのに、うん、今日は生放送で緊張しているせいか、爆笑問題さんに突っ込まれたり、突っ込みがうまくできなくて狼狽したりと、人間らしい部分をいかんなく発揮していて、好感度がとても上がりました。そういう愛嬌が大事だろうよ、芸人は。これなら、みちょぱらですか、みちょぱらくらいには出してもらえると思いますので、ぜひ逆オファーしてみてはいかがでしょうか。まあ、みちょぱの番組、みちょぱもう、みちょぱさんの番組はでも一人でやってるのがあれ可愛いんですよね。でゲストダメなんですよ。もう俺越野純子、越野純子さんで十分です。俺意外に越野純子さんとかの方が跳ねるんですよ、ちょっと本当に。まあファンだっていう、ね。ファンだっていうしね、向こう。意外に熟女と俺うまいんですよ。だから大物がみんなファンについてが強いよな。俺だってこの前、俺この前、菅野美穂さんが俺のこと好きだって。マジですげえ俺に自慢してきたよ、ね、イグアナの娘やってた人の、ね、イグアナの娘やってた人のどうでもいいですけど、菅野美穂さんが好きって言い出したら、ええ、すげえ坂井正人の旦那だろう。そうですよ、旦那じゃないですよ、女房ですよ、妻の。そうね、そうで来てたんだよね、実は。講談聞きに来てたろ。いや、この間じゃなくてね。この間じゃないです。この間じゃないです。だ自分の講談会かなんかに来てくれて、なんかそういう喜んでくれて。すごいじゃん。だって、菅野美穂って今で、干されてるよね。干されてないよ。やめてくださいよ。俺が出しがいがないでしょ、その菅野美穂さんの名前を。ね、すごいね。いやでもだからそういう風に結構著名人がこう好きだみたいな感じでこうちょっと外堀埋めていくのはいいかもしれないですね。今日でハライチの岩井が、あ、岩井さん来ていた。あ、松本さんとか白山のファンなの？そういうわけではない。あの岩井もずっとあいつずっと今日いたんだけど、はいはい、見てたけど、あ、よっぽど白山が好きなのかなと思ったら、そういうわけじゃない。いや違う、いやどうなるかなと思って。いやでもやっぱだから見方も雑な目線でしたね。なんか、なんだよ雑な。なんかこう、あんまこう、敬意はなかったですよね。敬意あるかないかすぐ見分けられるから、俺も。そうか。でも俺ね、あの、情熱大陸、もう一回言うんですけど、良かったんですよ。何が良かったかっていうと、普通だったら、著名人の、例えば鶴瓶師匠とか、談春師匠とかに、あいつええ年齢とかっていう風に紹介のあるじゃないですか。あれ一切なかったでしょ、俺も。確かにね。それ斬新な。あれだからみんな特会引っかえ、お互いを紹介し合ってみたいな、なんですよ。ただそれ俺なかったんです。あれ断ち切ったんです、あの悪しき風習を。それなのにやっぱ低視聴率だったんです。いやだから数値はいいんだよ。いやだから それが良くなかったんだな。やっぱ誰かの紹介あった方が良かったんだな。ゴールデンで負けてる俺たちどうなるんだ、お前。でも俺太田さんもう何度も俺の出てくれてますよね。あいつは人間国宝になるとか。あ、そうだ、朝一見たもん俺。そう、朝一どうでした？朝一って何？僕の朝一の振り。僕のパクくねみたいなやつだな。朝一の僕の生、ないば生。俺にネタって言って。ネタ自分は僕って言って、もう時間ないわ。あの、はい、自分の番組の宣伝を一応しておいてください。あ、僕のですか。はい、僕、問わず語りの神田伯山って番組が、はいはい、あれ何曜日にやってるんですか。金曜日だろ。金曜日ですか。もう収録だからなんだか分かんないですよね。金曜日です。金曜日にやってる。9時半ね。9時半にやってますんで。ね、やって30分。ええーね。もう田中さんが全部言ってくれました、ね。そう、あの、ワーゲンが。あれはね、本当に、ね、でも本当に、いい番組だと思うんで、ぜひみんな聞いてください。ね、はい、もう番組終わりますよ。すべての席郵便番号107-8066 TBS ラジオ火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ、メールは爆笑アットマーク TBS.CO.JP です。太田さん、明日は水曜ヤングジャンク、山里本気のメガネを持ってこいっつだよ、山里新内、あれ受かってるかな、何の試験、新内なんとか試験、それじゃ受かんねえよ。神田伯山さんでした、ありがとうございました。どうもありがとうございました。